セントス、セントス、e n t OS は、レッドハットエンタープライズリナックス以下、レルと呼ぶと機能的に互換性があることを目指したフリーの Linux ディストリビューションである。レッドハットは、レルに含まれているソフトウェアのソースコードをオープンソースライセンスに基づき無償公開している。セントスはこれをもとに、商標や商用パッケージ等を除去したものをリルドしている。 ホワイトボックスエンタープライズリナックス、サイエンティフィックリナックス等を含めて一般にレルクローンと呼ばれることもある。ただしセントスプロジェクトの FAQ ではセネトスリニックスイズノットエクローンオブレッドハットエンタープライズリナックスと明記されておりレルのクローンではない。レルに由来するソースコードは変更されないようにとされているがセントス独自の追加機能を提供するリポジトリを提供している。 レルの一般公開されたソースコードに基づくディストリビューションとしてホワイトボックスエンタープライズリナックスが先にリリースされている。これが人気を得たことを契機にセントスプロジェクトは有志のボランティアにより立ち上げられた。呼び名はコミュニティベースで開発されたエンタープライズクラスのオペレーティングシステムに由来する。開発当初、レッドハットはセントスの配布。 開発に関与してこなかったが、2014年1月に、セントスプロジェクトを支援していくことを表明。プロジェクトの中心メンバーを同社員として迎え入れた。ターゲットは、デルと同様に企業のサーバーやデスクトップ環境の構築としている。サポートが必要な場合には、レッドハットの製品を進めるとしている。デスクトップも想定されていることから、高機能な GUI 環境も、 標準で提供されている。d ィーブリアフィスや Oracle VM VirtualBox などのパッケージや、後日のサードパーティーのリポジトリを用いて、美術ソフト、デスクトップ仮想化ソフト、GPU や周辺機器のデバイスドライバー、セキュリティソフト、デジタルコンテンツ制作ツール、メディアプレイヤー、ビデオコーデックなどをインストールすれば、本格的なデスクトップ OS として使用することが可能である。 ライセンス費用が無償であるにもかかわらず、サポート期限が非常に長い。安定性にも優れ一部メーカーの Linux、搭載パソコンやワークステーションでの採用も増加しつつ、ある。公式およびミラーサーバから CD および DVD の ISO イメージが HTTP と FTP でダウンロードできる。バージョン7からは、Blu-ray ディスクの ISO イメージも追加されている。 大多数のミラーサーバーでは、ビットトレントでダウンロードできるようにするためのトレントファイルのみが公開されている。セントスは、レッドハットリナックスを源流とする RPM 系 Linux に属しており、パッケージ管理システムにやむ及びその後継の DNF を採用している。デルが、レッドハットネットワークサーバーをデフォルトにしているのに対し、セントスミラーネットワークが用意されている。 セントスにデフォルトで含まれるリポジトリに加えて、フェドラ提供の Apple や、サードパーティーの NewDexTap リポジトリや、RPM Fusion、エ l レイ p o RearPM でレ e m RPM Forge、J パキッチなどがよく使われている。セントスプラスはデフォルトで無効化されている。RPM Forge よびレ e m に関しても、オリジナルのパッケージを上書きしてしまう可能性があるとして、インストール後は、 オフにして運用することが一般的である。セントス6以前はメジャーバージョンとマイナーバージョンの2つより構成される。メジャーバージョンはベースとしたレルに対応しており、マイナーバージョンはそのレルのバージョン案に対応する。例えばセントス4.3はレル4アップデート3のソースコードよりビルドされており、これとの互換が目標となっている。セントス7以降は、 メジャーバージョンとマイナーバージョンに加え、タイムスタンプ、年、月が追加された。例えば、セントス7.0から1406は、レル7.0の2014年6月にリリースされたソースコードを元にしていることを示している。メンテナンス更新期限は、レルと同じく10年、セントス4以前は約7年程度と非常に長い。完全更新は、 新たな機能の追加とセキュリティパッチ配布を意味し、年2から4回が予定されている。その後は必要不可欠なセキュリティパッチ配布のみを想定している。ソフトウェアコレクションズはより新しいバージョンもしくはシステムに元来含まれていない動的、プログラミング言語、データベースサーバー、それらに関連した様々なパッケージを提供するレポトリである。これらは セントスで標準的に提供されるパッケージを置き換えるものではない。コディチェ1ディレクトリに並行してインストールされて提供される。コディチェにユーティリティによってはアプリケーションごとに選択できる。例えばパールやマスコールの標準のバージョンはセントスの基本的なインストールのままである。セントスは8では X86 から64、パワー 8LE。 アーチ64のアーキテクチャをサポートする。7では X86 から64のアーキテクチャしかサポートしない。ただし IA-32 をサポートしたセントス6は依然サポートの対象内である。以下は現在サポートされていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。